どうもこんにちは、速稼塾の久保です。いつも動画をご覧いただきましてありがとうございます。今回ね、ある視聴者さんからメールの方をいただきまして、そのメールに答える形でこの一般公開動画を撮らせていただいております。もちろんプライバシーに配慮しながらメール本文は紹介しませんけども、多分ね、皆さんの言いたいことも結構入ってるんじゃないかなと思いまして、ここで紹介することにしますね。でそこに私がどのように考えていけばいいのかってことを、どのようにね考えていけばいいのかってことも加味してお伝えしますので、参考になれば幸いでございます。まず一つはね、今回メールいただいたそのきっかけの一つに、もう私のね発信してる動画の再生数が急に上がりだしたってところにも言及されておりました。まあ、これはね、山本太郎さんを中心とする令和新選組の動画を私が扱い始めてから、その動画ってのがね、やっぱりこうヒットしてるわけなんですよ。でも私ね、別にこの再生数を稼いで、それによって広告収入をゲットして、それによって何かね、ビジネスにつなげようなんていう気持ちはさらさらありません。というのが、私は YouTube に依存して暮らしてるわけではなくて、あくまでもね、この YouTube をやる目的っていうのは、多くの方が通常では知れないようなこととかをね、この YouTube で発信できないかなっていうふうな、まあ言ってみれば、皆さんのニーズに合わせた放送をしたいなっていうところが一つあるのと、もう一つはね、私の言いたいことを言いたいってことなんですよ。つまり私の楽しみでやってるってことなんですよね。まあですんで、再生数が上がろうが上がる前が私、動画どんどん出してるでしょ。動画の再生数10とか20とかでもお構いなしに毎日毎日何十本も出してるでしょ。これはね、面白いからなんですよ。自分の言いたいことを言わせてもらって、そこに一人でも二人でも聞いてくださる人がいる。まあ、つまり私にとって視聴者さんは恩人なわけですよ。まあ、ですんでね、再生数狙いで私はできないことはありません。というのがトップアフィリエーターですからね。今でもできます。AI の仕組みを使ったらもっと簡単に自動的にできます。まあでもね、それが私の楽しみではないってことなんですよ。楽しみのフェーズが、まあ稼いだりとかね、なんか商品売ったりっていうところから、ただ単に何の見返りもないところに向かって発信するっていうところに変わってきたってことかなと思います。まあとはいってもね、たまにはね、私の好奇心が商品を売ってみたいっていうところになることもありますんで、100% そうではない、どっちかに向かうってことではないですからね、気まぐれですからね。はい、次ですけどもね、今回いただいたメールの中には、本質を見抜けない人が多いなとかね、なんかバカな人が多いなってね、そういう表現もあったと思いますけども、そういうことが書いてありました。これは私もね、まあ共感するんですけども、だからこそ私発信してるんですよ。というのが、みんながみんなね、同じタイミングで気づいたり知るってことはないんですよ。やっぱ誰かが何かを言うから、伝えるから、あ、そういうことだったんだって気づく方もいればね、で、私が伝えていてもスルーする方も当然います。それはね、その人の興味、好奇心がどの順番にあるかの、このね、順位のことだけであって、人の知能が低いとか高いとかっていう風なことではないんですよ。ね、どんな人でも、例えば私がね、モテる方法知りませんかって放送したところで、すでにモテてる人は興味ないでしょ。もしくは異性に対してそんなにね、思いがない人って、特に動画見ないでしょ。わあ、彼女欲しい、彼女欲しいっていう人が私のモテるための動画って言ったら、それはヒットするタイミングなわけですよ。だからただ単にそれだけのことなんですよね。税金のこととか、政治のこととか、みんながみんな同じタイミングで興味を持ちません。何かとってもね、絶望的に辛い目にあったとか、たまたま自分の好きな芸能人が政治の世界に入ったとかね。それから、もしかしたら私がね、こうやって山本太郎さんの動画を上げたら、あれ？久保さんって山本太郎さんのこと好きなの？どんなことを考えてるのかなって見ようかなと思って見て興味が出るってこともあると思います。だからそのね、人は本質を見抜けないんじゃなくって、ただタイミングの問題なんですよ。だからそのタイミングに一つでも寄与できないかなと思って私は発信を続けてるんですよ。それこそ多くの方に興味を持ってもらえなくたってずっと発信をすることによって、たまに、あ、久保さんの言うことなんとなく分かってきました。令和新選組ってそうだったんですね。あれ？この前は NHK とおいおいしゅしてませんでしたとかね、出てくるわけですよ。つまり、私が政治についていろんなことを考えて、その考えが変わり続けてますよってことで気づくこともあるでしょ。だから必ずしもね、多くの人がバカだから気づかないとか、バカだから行動できないっていうふうに、蓋をすることはないかなと思うんですよ。皆さんにはそれぞれ事情とタイミングがあるってことなんですよね。そしてね、ここで私のね、勝手なことを言わせていただければ、もしね、本当に人々に本質を見抜く力とか、いわゆるバカじゃなくて賢い力があったら、私が発信している稼ぐ情報をやるでしょ。やらないでしょ、でも、多くの方は。だって、包み隠さず私はね、稼げる方法、私が稼いでいる方法、稼いだ方法を紹介してるわけですよ。
しかも無料動画の中で。それをやると5万10万って生まれるんですよ。実際成功者の方もどんどん出てきてそれを紹介してるわけですよ。でもやらないでしょ、なぜか。これ本質を見抜く力がないんですかね。いや、私はね、たまたまね、稼ぐことにそれほどまでにモチベーションが上がらなかった、もしくは私の伝え方がそこまで人の感情を突き動かすものではなかったっていうふうなことであって、ただ本質が見抜けないとかね、バカだから稼ぐ方法に手をつけないってことではないと思うんですよ。そこまで私は人を見下してはいないってことなんですよね。常に人には可能性があって、今日はたまたまそのタイミングではなかったけども、明日放送したら明日は聞いてくれるかもしれないなっていうふうに私は常に信じ続けております。はい、でもしね、本当に世の中に本質を見抜く人が少ないと見えるんだとしたら、そういう人ばかり見てるってことなんですよ。だって世の中には賢い人がいたりとかね、インターネットの仕組みを作ったりとかね、それからなんか携帯電話の仕組みを作ったりとかね、そういう方いるわけでしょ。天才はいるわけなんですよ。じゃああなたは天才を見続けていてバカが多いって思います？だから結局バカが多いっていう風に世の中が見えるってことは、そういう人ばかりを自分で選んで見てるってことなんですよ。だから選択のセンスを自分が変えていくことによって、世の中は見捨てたもんじゃないなっていう風に自分の気持ちが変わっていくってことになります。ですんでね、ここはね、自分の見てるものが何なのかとかね、いいものに見えてるのか悪いものに見えてるのか、そこにまず自分の気持ちをもう一回向けてみると、あ、わざわざバカなやつを見に行っていたんだなとか、バカなやつをわざわざ見に行く自分はどうなんだっていうことをね、考えるとちょっと冷静になれるかもしれませんね。はい、そして三つ目なんですけども、あのね、人って自分では動かないんですよね。そうじゃないですか。だってお金持ちを憎むよりも自分がお金持ちになったらどうですかね。どうですか、そっちの方がいいでしょ。なんかモテないことを嘆くよりも、モテるためになんかモテる自分になったらどうですかってことなんですよ。世の中が変わらないって嘆くんじゃなくて、自分が世の中をね、変えていけばいいんですよ。それこそ山本太郎さんみたいにですよ。変えていけるんですよ。山本太郎さんは日本の全部を変えてるわけではありませんけども、絶望に打ちひしがれた方の希望になって、ね、一定の人数の気持ちを救ってるわけですよ。で、さらに、いろんな分かりにくい積極財政のこととか、国債のこととか、それから緊縮のこと、与党野党の関係、こういうものを分かりやすく私たちに伝えてくれて、もう騙されないぞって気持ちにさせてくれたでしょ、だから変えれるんですよ。やれば何かができるんですよ。でもやらないでしょ。やらなくって人に期待してるでしょ。誰かがやってくんないかな、令和新選組がこうやってくんないかな、自民党が心を入れ替えてくんないかな、ね、他者に期待ばっかりしてるんですよ。こういう他力本願は私はあんまり好きじゃないですね。それはね、安全なところからこそこそ隠れて文句言うことはできますよ。ただ同時にこうも思います。いろんな事情で気持ちはあるんだけども行動しないんじゃない、できないんだって方ね、そういう方の気持ちもわかります。じゃあそういう方に方法は残されていないのかってことですけども、バッチリ残されています。これが今日の最後のメッセージになります。いろんな思いはあるんだけども自分で行動ができないよと。お金もないし度胸もないし、なんせ精神的にちょっと弱いんだと。できないですよ、自分には。そういう方が何ができるかっていうと、能力のある方や行動力のある方を応援することですよ。それはね、私の動画に励ましのコメントを書くだけでも、私はもっとやる気になるわけですよ。久保さん、世の中やってらんないですよ。なんか、久保さんなりにいいアイデアないんですかって問いかけること。でも私が、そうだな、こういう考え方はどうだろうかっていうふうに、私は自分の頭を整理しながら人に伝えるっていうことができます。今回の動画も、いただいたメールがなければ、できなかった動画なんですよ。ね、そうすると、今再生してくださる方の出会いもなかったわけでしょ。だからね、自分ができないんだったら、できそうな人に託すっていうのも一つ大切なことなんですよ。必ずしも行動しない人が、私はね、悪いとは思いません。行動した方がいいんだけども、いろんな事情でできない方いるでしょ。ということは、行動することを恐れない人の背中を押すってことも一つの大切な応援だと思うんですよ。それも大きな行動だと思います。なんせ私たち表現者ってのは応援してくださる人がいなければできないという側面もありますんでね。ぜひ応援してください。はい、プラスアルファでおまけですけども、ヤクザのことについてですね。あのね、ヤクザの存在ってのが今ね、世の中から
なくなっていってます。そうなると不思議なもんで、ヤクザもいいとこあったよねって言い出す人が出てくるんですよ、うん、いや私はね、はっきり言ってヤクザさんの暴力的なところは怖いと思いますよ。それはね、自分に向かったら怖いんですけども、自分以外に向かう分に関しましてはそこまで怖いとは思いません。つまりヤクザであり国の体制であり、自分の都合のいいうちはね、いい人いい人って言うんですよ、どんな人もね。それが自分に何か害が向かうようになって、なんとかみんなであれを規制しなくちゃいけませんよねみたいなことになってくるんですよ。まあ核もね、自分勝手なわけですよ。まあでも世のため人のため、全部の人のためにはならないまでも、ヤクザも一つ商売ですから、みかじめ料を払ってる限りは払う人に危害は加えないんですよ。もっと言ったら、みかじめ料を払う人のことをお金を払い続ける限り守ってくれるんですよね。つまり筋が通ってるでしょ。私はだからお店をやってる時にみかじめ料をずっと払い続けていましたんで、その意味で安心をずっと買ってました。どんな保険会社よりも警察よりも優秀な用心棒だったと思いますよ。でも今はそういうことが法的にもできないし、まあ時代的にもできなくなりました。みかじめ料なんて払ったらね、利益供与ってことでこっちまで法的にやられちゃうわけですよ。だから残念ながらもう何もできません。ガーシーですらね、 YouTube の中でいろんなことを放送していて、 YouTube の規制のないような報酬が上がっていても、それが恣意的にこの報酬は違法だってことにされそうじゃないですか。さらには切り抜きさんまでなんかね、おかしなことになりそうなわけですよ。だからこの YouTube の収益化の仕組みっていうのを理解しない人に、この YouTube から報酬を得ていたっていうことがね、このぐらい歪んで映るわけですよ、ね、犯罪者が YouTube で何か表現活動してそれによって収益を得ていたらダメなんですかと。犯罪は犯罪で裁かるべきですけども、でも犯罪者だってどっかで儲けないと生きていけないわけですよ。じゃあ有罪を犯した人、犯罪者とされている人、もしくは犯罪者として起訴されてないんだけども逮捕されてその疑いがある人は、利益を出したものは全部没収されるんですか。その利益ですら犯罪なんですかってことを考えると、 YouTube だってガーシーに利益供与していたっていう風なね、こんなことになるわけですよ。じゃあ YouTube 逮捕ですか、解体ですかってことになりますけど、そこはしないわけでしょ。つまりこのぐらい人っていうのはね、自分の都合のよく物事を解釈して、めんどくさいやつをね、追い落として自分に笑顔を向けてくれる人を大切にするようなね、そんな存在なんですよね。まあだから私も権力を持ったらね、もしかしたら仲良しにはもしかしたらすごく優遇するかもしれませんよね。でそれを期待もするでしょ。私が例えばね、総理大臣になりましたって言ったら、久保さん、ちょっと自分の恥ずかしい過去の履歴消してくれませんかねっていう人出てくるんじゃないですか。まあどうなんですかね。まあでもやっぱりね、身内に甘いってのはみんな同じじゃないですかね。じゃなかったらね、私たちは見ず知らずの人が今でもこうやって飢えて苦しんでるわけですよ。でそういう人のところにわざわざ出かけていって、今日自分が食べるべきだったおにぎりを半分あげますかってことになりますよね。あげないでしょ。でも同じ家に住んでる自分のお母さんがお腹空かしてたら、自分が手元にあるおにぎりをはいどうぞってあげるでしょ。やっぱりね、近くにいる人、身近な人、なんか自分が大切だなって思う優先順位の高い人に、やっぱいろんなことをするわけですよね。まあ、これなんでこんなこと言うかっていうとね、まあ人はいろんな矛盾をはらんでいて、自分のことは仕方がないって正当化するんですけども、他人の仕方がないは、それおかしいだろうって追求するっていう、そんなところもあるかなってところですよね。じゃあ本日はこんなところにしておきましょうか。お疲れ様でございます。まあ、メールの方ありがとうございました。別にこのメールの反論してるわけじゃないですからね。私なりに感じたことをつらつら喋って、その中でなんかヒントになることがあれば拾っていただければと思っております。お疲れ様です。